はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もバトルファンタズムやっていきたいと思います。今日戦うやつが、3試合目、アイドルモンスターズ。誰が出るんだ?で、アイドルっていうぐらいだから、魅了耐性がいる気がするんだよね。まあ一回、突っ込んでみて、必要であれば、耐性装備をつけていきましょうか。どんな感じか、まず、行ってみます。ああ、プスモン?キャットリベリオ。アイドルか、お前は。でも、この二人だったら、何か耐性いる?転倒耐性ぐらい?どっちからだ?強いのはプスゴンの方なのよ。こいつは、前がプスゴンから行きます。おおおお、素晴らしい。プスゴンを、ちょっと、集中攻撃で、行きましょう。よっしゃ!転んでくれるの最高。リベリオもちょっと転ばしとこう。攻撃がちょっと怖い。で、風切り。もう一回動いて。動かない。フーラはなかなか動かないよ。で、アンルシアは、やっぱりね、開幕で、テンションが 25% 溜まってくれてればすごいいいんだけど、あれも毎回発動するわけじゃないもんね。かなり発動する。おおするんだけど。もうプスも倒せそうよ。いけんじゃない？風切り。まだか。うわい、やぶねえ。あぶな。火力がすごいのね、こいつら。なるほど。火力エグいチームか。オッケー。とりあえず倒した。ヒューザー生き返らせよう。オッケー。いや、俺ね、道具はあんま使いたくないんだ。そうねー。そうね、回復したところでな。まあまあ、ヒューザは生き残るか。いけ、ナイス。もう一回来るもんね。危ねえ。レボル、よし。おい、ナイス。百裂なめもいっとけい。もうしかもダブルで引いた。めちゃラッキー。ならもう、そうね、でもバギムーチョそんなダメージないぞ。でも別にもう入れ、一応のため回復はもう入れとこう。OK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 、 いいよいいよ。倒せる。これはもう倒せる、間違いない。お、早いよこれ。早っ。今までで一番余裕だった。17点。まあまあ、うまいこと決まったっていうのもあるけどね。はい、それでは終わりましたね。本当にね、いい感じだった。17点。まあ火力がものすげええぐいけども、転ばせてしまえばまあ、なんとでもなる感じでした。今までで一番楽だったかな。ゴリ押しをするのは一番楽で、次が地獄の労働組合。誰なんだろう。まあここも、まあ、できれば20点以内、それぐらいで倒してはいきたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。